皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。伝説の漁師エピソード参戦ということで、現在ちょっと歩きながらあるところへ向かっておりますが、これはこちら豊島の料理屋魚八です。頼もう。こちら魚八さんでですね、食事をしながらお話をしたいと思います。今日はお寿司ですか？いや違います、今日は刺身です。さすが牡蠣屋さんは違いますね。さて、何を食べましょうかね。はい、美味しそう。皆さんが言ってくださればそれを注文しますけど、うん、こういうとこに来たら、はい、いっぺんちょっと言ってみたかったセリフがあるんですけど、はい、それ頼んでいいですか？はい、いいです。お任せで。お任せで。お任せで。はい。恐ろしい。言うてもうた。人生初お任せです。あ、飲み物ほんなら日本酒。おお。神心。神心。地元の酒をやっぱりね。料理島のお酒です。神心。賞取ったんですか？賞取ったんです。賞取られた。じゃあ これで賞取ったお酒です。楽しみですね。お食事が来るまでの間、伝説の漁師エピソード参戦。ということですね、まず第3位からお話ししたいと思います。第3位はふさおっさん。以前の動画でですね、天秤座をですね1年で、あ、早速来ました。ハモの湯吹きです。梅肉で、はい、いただきます。ハモ今旬ですから、ね、自分の動画でも撮ってるところを見てくださってると思うんです。梅肉で ここまでリアルに食べるの初めてだな俺。違う、美味しい。もうソースが違う。ハモも当然美味しいけど、寄島漁港で揚がったケサドレのハモです。うん、もうソースが美味しいもん。美味しい。タコの柔らかにです。はい、ありがとうございます。喜ばれますね。タコの柔らかにです。まあ、とりあえず第3位ということで、この親戚のおじさんのふさおっさんっていう方がいらっしゃるんですけど、自分が以前ですね動画で年間48本天秤座を曲げたという話をしたと思うんですが、それはおそらくですけど寄島記録だと思うんです。これ以上曲げた人のこと聞いたことないんで、まあ、月4本ペースで曲げてるってことかな。4本ペースで曲げた年でもですね、1日に曲げた本数は2本だったんで、1本曲げて沖で持って行ってたんで、予備を沖で付け替えて2本目曲げてもう諦めて帰ったんですけど、そのふさおっさんという方はですね、予備を沖で付け替えて1日2本曲げて、さらに帰って3本目を付け替えて出て行って1日3本曲げて帰ってきたというすごいタフネス街ですね。それでもやるとで3本目を曲げて帰って4本目をしなかった理由が、もう時間がないから、時間があったらおそらく4本目いってるという昔の人は本当ハングリーですね。不死鳥だな。不死鳥ほんますごいと思った。それ聞いた時その3本の記録に挑戦したいんですけど、もうさすがに20年も行くとかかるの位置大体分かりますんで、もう1日3本曲げることももうないですね。もう海のとこ大体理解してますんで、まあとにかく曲げるのは水島です。もう水島行かん限りあまり曲げることはないですね。そのふさおじさんも水島ね。もうふさおっさんは水島の専門職、本当に水島しかせの人だった。年中水島って、ものすごい大鳥のおじさんでしたね本当に。ではタコの柔らかにいただきたいと思います。いただきます。ああ、うん、おいしい。ここまで柔らかくできるんじゃな、うん、多分冷凍するんかな。こんなに分厚いのにな、ちゃんと味が染み込んでって家じゃできないんだよな。かなり美味しい。大将これやっぱりあれ冷凍するん、タコ。あ、やっぱり冷凍。なるほど。冷凍して、炭酸を入れて。あ、炭酸入れるの。あ、なんか聞いたことある、炭酸入れるって。炭酸を入れる。さあ味が染みるのかな。すごいよく染みてる。柔らかくなるんだろ。うん、タイのカブトに来ました。トロッとした感じ、このな、家で作るとこのトロッとの感じじゃないけどな、うん、いただいてみましょう、はい、一番美味しいとこからいきます。どこが一番美味しいとこですか。ほう、
ほっぺた唇、目の裏。え、唇とかもあるの？ヒレ、ヒレ元、知らなかった。この裏側、裏側のゼラチンですか？頬だと思って。じゃあ頬からいきましょうか。美味しい、美味しい、甘い。実はごぼうが大好きな俺、うん、ごぼう、まごぼうにびっくりする、うん、それでは頼島の漁師伝説のエピソード第2位、はい、実おっさん。これも近所のおじさんなんですけど、おじさんから直接聞いた話なんですが、これはおじさん、あの一度海に落ちたことがあるらしくて、それが道具に巻き込まれて一緒に海に落ちたんですよね。怖っ。で、20メーターそこまで道具に押されて到達して、そのおじさん泳いで20メーター上がってきたんです。20メーター。ほんでおじさん、あの猫来ました。あの猫久しぶりに食べるわ。で、おじさんに、おじさん20メーター分の息継ぎどうするん、息を持ったなって言ったら、おじさんが、あ、それあの海水をのチュッチュッと吸いながら飲むわな。その海水に入っとる酸素がちょっとでも肺に行けばと思いながら、チュッチュ吸いながら上がるけん、それが持つんじゃんって簡単に言うんですよね。ほんまに？ほんと？ほんまに？海水なんだろう、ちょっとなんだろう、持つぞ、酸素。ガボって、その泡出すからその海水を飲んだよ。もうそもそも海水の中に酸素が入っとるやん。それをチュッ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 飲んで、口の中でブクブクってやって、ラチューない、その船が落ちてきた時にボボボというその泡を含んだ海水だけじゃん。でも俺が聞いた時はなんかそんな感じではなかった。口の中でブクブクってやって飲み込ん、ちょっとずつ飲み込んで酸素も一生吸収するんだみたいな。いやいや、巨人か。だよ、それで20メーター上がってきた。あ、20メーター上がってきたらしいです。でもその後船に上がれた。船に上がってあれ、ほんで商売して帰ったらしい、そのおじさん。ちなみに自分もあの海落ちたことあるんですけど、うん、200キロぐらいの石が海に入ってですね、うん、次は俺も20メートル狙ってみたいと思います。なんでだね。ではちょっとこちらいただいてみましょう。これは頭食べる、まあ、丸ごとだよ。頭もいってんの。頭もとだね。なんだこの顔が初めてあったわ。うん、めちゃくちゃ美味しいやん、うん、いや、腹側、子が入っとる。めちゃくちゃうまい、うん、腹側の子めっちゃうまいな、これ。びっくりする。びっくりするぐらいうまい、これ。お願いします。来ました、渡りガニ。来ました、ついに子がありますね。今もあるんですか？うん、あるよ。3番子まで話すけど、うん、1番子離したら子持ちになる、2番子離したらまた打ち子になる、3番子離したら終わり。カニの上手な食べ方を教えてくださいみたいに言われましたけど、ワイルドな食べ方しか知りません。はい、わかりましたって言ったんですけど、実は知りません。いつでもワイルドに食べております。カニ工具を使って食べるようなことないですからね。だいたいこの部屋ごとに分かるように、ポリ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 取って、こう取りながらもう食べた。今素手で食べる。ここはもう酢みたいな、酢につけて食べたりもしませんしね。鳥島の漁師の人はあんまりないんじゃないですかね、酢につけて食べるとか。うち子満帆です。ちなみに渡り狩りはあの秋しかいないと思ってる方がちょっと多いようなんですけど、一応鳥島にはですね1年中います。多い年と少ない年があるだけです。こんなことです。ありがとうございます。天ぷら来ました。では第1位の発表したいと思います。より島の漁師伝説エピソード第1位は藤尾さん、おめでとうございます。藤尾さん。藤尾さんはですね、まあ、自分もよく台風の日出ていく漁師なんですけど、自分たちの父親の世代の漁師さんは、ね、台風の日出ていく人、まあ、何人かいたんです。そのうちの一人 の漁師さんなんですけど、藤尾さんっていうおじさんなんですけど、台風の日に出ていきましてですね、大しけの中で台風の中船から落ちまして、当然その日は捜索できません。落ちても、まあ落ちたことも誰も知りません。あ、夜漁に行ってたんですけど、次の日の朝藤尾さんが帰ってこるので、探しに行ったら船だけがいましてですね、で全員で捜索したところ、なんと無人島に泳いでたどり着いておりました。台風の中って人泳げるんですかね。台風の中泳いだ人います？ちなみに皆さんこの中で、ちなみに何歳の時？何歳の時だろうな。知っとる大将、藤尾さんの台風が落ちた時のね。何歳の時かな、あれ。いや、でもそれは負けるね。30代ぐらいかな、多分な。無人島でね、捜索したらね、手を振ってたっていうね。ここじゃあ言うて。とんでもない鉄人なんですよね。
これ伝説超えれる伝説あります？ちなみに。台風の日海行って落ちて泳いで助かった人いますかね？ちょっと普通じゃないと思うんですけど、すごいね。確かにそのおじさんはね、本当の鉄人、本当にすごい大鳥のおじさんで、吉島港が漁港が4つあるんですけど、今のは中区の漁港の人の話なんですけど、他の漁港の人もですね、たくさんある片腕をなくした漁師さんとか、まさにリアルシャンクス、そのおじさんとはですね、病院とよく話しますけど、もうその時の話も聞くんですけども、エグすぎて聞くに耐えないです。怖い話バージョン、怖い話バージョンでまたしておきたいと思います。この話は頑張ってんだ。冬の寒い日に落ちて完璧にへばりついて3時間前を、あ、カズトモさん、あいうのも聞いたことがある。東野ね、海賊艇の、うん、海賊艇の大将です。オンすごすぎる、うまそう、赤だし贅沢すぎる、これすごっ、ちょっとうわすごい、うわこれが噂のおまかせです。おまかせついに来ました。うわ贅沢か、めちゃめちゃ美味しそう。ほんまに皆さんもあの寄島お立ち寄りの際は五八ぜひ寄ってみてください。はい、お宮までいただきました。お任せのお寿司です。ちょっと多かった。ちょっと多かった。はい、頼みすぎた。はい、じゃあ帰りますか。はい、帰りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。切っても